ベッ百365スタジアムはイングランド、スタッフォードシャー州、ストークオントレントにあるスタジアムで、ストークシティのホームスタジアムである。それまであったビクトリアグラウンドに代わり1997年に四4 8 0万ポンドの費用で建設され、1997年8月30日に会場。センターサークルの下には、 元選手のスタンリー・マシューズの異界が埋められている。UEFA の試合など、命名権を使用できない場合は、ストークグラウンドと表記される。1997年に会場。命名権は、ブリタニアが10年契約を結んだ。消滅後の2016年6月1日に、ベッド365が取得。8月27日のコケラ落としは、ロッチデール戦で、 一から一の引き分けだった。またシーズンオフには、コンサートの開催が多くこれまでに、ボンジョビア、ブライアン・アダムス、バステットらがコンサートを行った。プレミアリーグ開催時のピッチサイズは164メートルであるが、UEFA ヨーロッパリーグなどでは10568メートルで、なければならないため、白線を引き直している。ピッチリノベーションワークビギンズ。ストークシティ。 2016年5月18日閲覧。プルミエリーグクラブディレクトリ。2009年1月22日時点のオリジナルより、アーカイブ。2009年1月15日閲覧。ベッド365スタジアム。プルミエリーグ。2017年8月13日閲覧。マージーサイドパターズ。merseysidepotters.com。 2011年10月30日閲覧。UEFA ヨーロッパリーグルールズ。UEFA2016 年7月14日、閲覧。ストークシティ 2011-12UEFA ヨーロッパリーグ。UEFA2016 年7月14日、閲覧。ホームオブストークシティナウノウンアズベット365スタジアム。 ストークシティ開始2016年6月1日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年6月1日閲覧ありがとうございます。